赤崎勝ちだぜ。あ、ごめんなさい、いやいやあらしゃい。さあ、今回ラーメン二郎 JR 西口蒲田店ということで、お閉店してしまうんです。お残念ながら閉店してしまう。あれだけ人気だった蒲田、10月11日ということで、うん、これ訪問は10月7日で、うん、アップがおそらくその前日の10月10日19時、うん、最後の動画になってしまうでしょう。なるほど、ね、でももう食えないんだ、見た後。まあ見た瞬間なら間に合うかもしれない。見た瞬間に勝ち取れば、そうそうそう、走ればいける人もいるかもしれない。いや、まあもう1日あるけどね。今回は最後の大豚ダブルを選択して、いいね、あれが最大サイズ、ちょっとこちらです。さあ、これが蒲田のね、伝統的なルックス、うん、ね、唐辛子をコールできるというのが特徴的でございまして、はいはいはい、油がね、細かくてスープにちょっと浮いてる感じが特徴的、うん、さらに豚はですね、この野菜の下にわーっと花のように敷き詰められるのが蒲田です。あー、なるほど。で、これね、あの1年以上前の写真ですけども、ずっと変わらないテイストでやってるというのもね、蒲田を二郎系タウンに変えた張本人ですからね、変わってますね。いやー、すごいですよ。さあ、その豚からね、下から引きずり出して、豚は箸でほろっと崩れるんですが、意外と引き締まり豚です、うん、醤油感はそんなになくて、豚本来の旨味味わえる、ね、歯にね、この挟まるぐらいの硬さがいいですよね。歯に挟まる、肉の繊維が挟まるぐらいのギュチがいいですよね。ほんで、野菜、これほのかにね、油っぽい艶を帯びてるんで、唐辛子の甘み、甘辛さ、うまいんです。西口蒲田店の野菜。西口蒲田店、西口、JR 西口蒲田店ですから。あ、そう、西口が先に、そう、西口先に来ます、これ。で、硬さはね、シャキなので、あの同じ高度のこのシャキ豚と組み合わせるとうまいね、うん、シャキ豚です。初めて聞きましたね、シャキ豚なんてことね。シャキ豚、野菜じゃなくて、どんどん使っていきます。シャキ、もう光る光るスープをどんどん飲んでいきますけども、光るスープ、光るスープ、濃度はそれほど高くないですが、旨味が多いので豚との相性も素晴らしい。バトルできました、シャキ豚がね、出てきましたが、さあ、そして麺ね、やっぱり入ってるんです、麺がね。まあそりゃそうです、それはね、いやいや、そのわしっと麺、天地返ししやすいね、2回いっちゃいましたね、うん、2回も天地するのはなかなか珍しいですよね。さあ、ここでほんのり唐辛子が絡んで、ホットな香り楽しめるんです。あー、すごい、口がへの字になっちゃいましたがね、ちょっとあの歯に挟まった豚を気にしていたんでしょう、おそらく。解説すごいな。喋ってないんだよ。なんかずーっと実況ずっと喋ってる感じで。ですか、はい、熱量がやっぱり、多いんで、細さとスープ、優しさ、ゾバつける、ゾバつけるんです。埋もれてた埋蔵豚も忘れずに、埋蔵豚って、おいおいおい、徳川の隠し持ってた豚か、これは。なんか最近ラグビー見て実況、な、確かにね。なぜか分かりました、その通りなんですね。当たったんかい。日本が勝ち進めてるんで、ね、頑張って行きましょう。京都二郎と同じぐらいの 1.5 倍ニンニクということでね、程よく絡んでバランスニンニクじゃーということでございますね、うん、どうですか、蒲田には行ったことありますか。ありますよ、以前。あ、一度。ありますか、はい、僕も1回だけあります。あるんだ。いや、はい、臨時休業多かったんで、僕5回行って2回しか食べられてないという。あ、もっと、もうちょい食べたかな、もうちょい食べたね。うん、麺量は誰でもそこまで多くはないということで、どんどん行きましょう。また戻った。戻ったな、ね、変な謎の手も入ってまいりますね。ちょっとこう油が多くなってくるんで、はい、他のもの触らないようにという感じなんです、これ。この手開いちゃう感じで。どうぞの手だった。どうぞの手ですか。残念ながら卓上返し胡椒は一切ないんで、うん、白だけを食べるタイミングなかなかないというよりも、クールでございます。はい、ね、コールじゃないですよ、クールですよね、うん、読めますか、はい、読めました、読めます、 OK です。とか言ってる間にごちそうさまでございます。はい、いやー、蒲田のこのすっきり皮乳化ね、はいはい、僕はすごい好きだったんですけども、マシマシレベルは86.5ということで、平均、そう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 、女性でも嬉しいマシロなんですけども、はい、いやー、閉店してしまうんですよね、残念ながらね、はい、いやでも店長さん含みのある言葉を言ってたんですよ。なんですか。あ、この後ラーメン屋さんもう出さないんですかみたいな、うん、一旦は閉店しちゃう、やめますよ、あ、一旦、一旦は、でもね、もしかしたらね、みたいな。おうおう、なので、匂わせてよ、おいう感じだったんでね、僕はそこに期待したい。なるほど、東口に、はい、東口蒲田店。まあ、治療として多分出すことはもうないのかなっていう気がするけど、はいはい、まあでも親父さんまだ元気だったんでね、バリバリの現役でいけそうなんでね、まあ
目の奥まだ光ってました。奥光ってる。もうあの匠の目じゃんそれ。匠の目がやるやつ。まだまだ、ね、あの選手たちのように。そう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 、あの選手たちのように。ということでね、ごちそうさまでした。今すぐ。Thank you.